朝が来た。第23週。大番頭の手のひら。第134回。あらすじ。横たわっている雁助に向かって、栄三郎は、待て怒ってますのやで。銀行がでけたび、雁助何にも言わんといて変容になったこと。小さい頃から、ほんまに世話なってなぁと言います。栄三郎と、喜助が泣き出すと、進次郎は、二人とも、ちょっと、落ち着きなはれと、外へ連れ出しました。廊下で、竹雄は、うちのマッチ工場は、お父さん一人の信用で、成り立ってたようなもんなんですと、話します。栄三郎が、借入金の額は、どれぐらかと聞くと、竹雄は、2000円と打ち明けました。今で言う、800万円ほどの価値になるそうです。進次郎たちは大阪へ戻ることになり、梅だけ残ることになりました。鹿屋で、雁助について、喜助が、岩みたい言うか、石仏横たえたみたいに動きまへんのやと報告すると、朝と夜のが心配します。平十郎が、さすがに4000円というお金は、ポンと貸せる額やありませんと言うと、栄三郎は、ほっとくわけにはいかへんやろと熱くなりました。進次郎が栄三郎の肩を叩いて止めましたね。病室には、雁助とその妻、常と梅の三人だけです。常が、厚かましいお願いしてしまいました。昔、奉公してたお家に、お金貸してくれやなんて。皆さん、呆れてはあんのと違いますやろかと言うと、梅は、いいや。そないなことはと否定します。常が、やっぱり怒ってるみたいな顔してますわ。眉間にこう、しわ寄せてと、雁助の顔を覗き込みました。雁助と二人きりになると、梅は、お願いやさかい、もういっぺん、目覚ましておくれやす。声聞かしとくれやすと話しかけ。雁助の手に触れようとしました。すると、そこへ、朝がやってきます。朝が、ちょっと手握っても、よろしおますやろかと、いきなり、雁助の手を握るので、梅は、何してはりますのやと、うろたえました。朝は、デリケシーないのは堪忍だす。そやけどうち、入院してた病院の先生のとこ行って聞いてみましたのや。そしたら、旦那様が寝たままのうちに、よう話しかけてくれてはったて。ひょっとしたら、そないなことが何か関わりあるのかもわかれへんて。そやさかいと説明します。朝に、ほら、梅も、そっちの手してあげてと言われ、梅は反対側の手を握りましたね。続く。